じゃあバイオームについて学んでみましょう。地球上のさまざまな地域を縦軸を年間降水量、横軸を年平均気温をとって見てみると、地球のほとんどのほぼ全ての地域はこのグラフの右斜め下半分に位置することになります。なんでかっていうと、例えばこんな場所、年平均気温が少なくて年降水量が高いなんていう場所は普通地球上に存在しえないんですね。まあなぜならば気温と降水量は全然無関係なものではなくて、気温が高いと、ね、上昇気流が起こりやすくなって、そして雨が降りやすくなる、ね、だから、ね、気温が低いのにたくさん雨が降るなんていう場所は地球上には普通存在しえない。でといってもね、いろんな地域がありますから、ね、どんなところにどんなバイオームが形成されるかを見ていきましょうというですね。バイオームというのはその地域に住む生物集団全体のことです。バイオ、生物、オーム、全体、ね、バイオーム、その地域に住むつながりも含めた生物集団全体のことです。例えばね、年平均気温がものすごく高くて降水量がすごく高い、ね、贅沢な場所ですね、植物にとって。そんな場所に形成されるバイオームは、例えば熱帯タウリンとか亜熱帯タウリンです。なんとなくイメージしやすいかもしれません。もう少し気温が下がって降水量も下がってくると、照葉樹林が形成されるようになります。照葉樹林っていうのはクチクラ層が発達しています。植物はね、気温が下がり降水量が下がってくるとある壁と戦わなきゃいけません。乾燥という壁です。水分の損失を防がなきゃいけないという課題です、ね、クチクラ層っていうのは、例えるならば僕らが作ったカレーにかけるラップです。葉っぱの表面を覆っているクチクラ層が発達して、葉っぱからの水分の損失を抑えるんです。で、発達したクチクラ層は外から見るとテカテカとテカって見えるんで、照葉樹林、ね、テルという名前がついています。もっともっと厳しい場所に行くと、特に夏はいいんだけども、冬は気温も低いし降水量も少ないし厳しいよってところは、時はね、その、水分が損失してしまう葉っぱをね、冬に落としてしまいます。自分の体の一部を落とすっていうかなりダイナミックな対策方法ですね。冬に葉っぱを落とす、厳しい冬に葉っぱを落とす、落葉する。まあ、冬に落葉するってことは、これは夏に葉っぱをつけて、ね、緑になるってことですから、ね、夏に葉っぱをつけて緑になるってことですから花緑樹林と呼ばれます。もっと寒さの厳しい場所、ね、は葉っぱをこう平たくすることすらもうできない、ね、確かに光を受けやすい、ね、ソーラーパネルのような形で、ね、光を受けやすい、ね、形ですが、ね、こんな表面積を増やしていては水分の損失が激しい。なので、ものすごく寒さの厳しい場所に住む植物は葉っぱをスッと、ね、紅葉ではなくてスーッと細くしていって、まるで針のように、ね、針葉、針のような葉っぱをつけます。針葉樹林って言います。ね、確かにこんな平べったい葉っぱの形をしていては、ね、雪がたくさん降るような地域では、ね、その上に雪が乗っかかってね、ボキーなんて折れちゃったりするかもしれないもんね。まあ、サンタクロースの住む森を思い浮かべていただければ、あ、確かに針葉樹林があるなってわかるかと思います。もう一個だけね、最後にもう一個だけ、ものすごく暑い地域で寒気と雨気がはっきりしているような場所では、ね、寒気はもう厳しすぎて葉っぱを落とす、そして雨気に葉っぱをつける、ね、雨季に緑になるということで雨緑樹林なんて名前がついてます。雨緑樹林、これがね、世界の主な森林です。もっと降水量が少ないような場所では森林は形成されず、草原が形成されます。例えば熱帯にできる草原はサバンナと呼ばれます。また温帯にはステップと呼ばれる草原ができることがあります。
で、もっともっと厳しい環境の地域には草さえ生えることもままならない、ね、高原が形成されます。高原、すごく年間降水量のすごく低いところには砂漠という高原がものすごく寒いところにできる高原はツンドラです。これでね、もうバッチリ 80% バイオームは OK なんだけど、ね、ただね、やっぱり、ステップとサバンナをまずね、逆に書いてしまう子が多いですからね。サバンナについての知識をもう少しだけ見ていくと、サバンナは熱帯に形成される草原ですよ。熱帯に形成される。また、アカシアなどの樹木が点在する場合もあります。つまり木があるんですね。ね、草原といえども木が一本も生えませんっていうことではないんですね。アカシアなどの樹木が点在する場合があります。そして熱帯に形成される草原です。サバンナ、ね、サバンナ、ね、これしっかり押さえておくと、あ、ステップと間違ってしまうことはないかなって思いますね。まあ、こんな語呂合わせもありますよ。ね、ねえ、ねえ、ね、あいつあんたに木があるんじゃない、ね、そんなバカな、そんなバカな、サバンナ、ね、サバンナ、ね、お暑いねって、お暑いね、やかましいわ、ね、やかましいわがアカシアね、やかましいわアカシア、ね、あいつあんたに気があるんじゃない？サバンナ、ね、お暑いねアカシア、ね、まあね、ね、こんな状況はツンドラですよ、ね、寒すぎるからね、ね。ね、日本なんかはね、すごく恵まれた場所で、ね、降水量がすごくたくさんあって、ね、で南北に長いから、沖縄はね、亜熱帯から、そして北に行くにつれて、照葉樹林、花緑樹林、そして針葉樹林まで見ることができるんですよ、ね。日本はすごく豊かなバイオーム、豊かな、ね、土地なんですね。ね、本当はね、旅行しながら、一つ一つのバイオームに触れながら学ぶのが本当に一番なんだけど、だけどなかなか高校生、そんなね、テスト1週間前とかね、そんな時間もお金もないよって方がいると思います、ね。その時もね、やっぱり、じゃあね、これを周りから全部消して丸暗記だじゃなくてね、一つ一つバイオーム、どんな生物がいるんだろうね、資料集でもいいですよ、ね、教科書でもいいですから、一つ一つこう触れながらね、理解しながら、見ていくと、もう絶対に忘れませんからね、一つ一つ理解しながら、バイオームのところを、ね、マスターしていきましょう。